タジカラオ神社は、岐阜県岐阜市にある神社である。式内社の美濃国厚み軍ひな守り神社とされているが、同じ岐阜市内のひな守神社の説がある。現在の、ひな守神社は、明治元年、ひな守神社が改名したもの。新鮮美野市には、ひな守り神社今、タジカラオノ神社というとある。上岸2年に鎮座したと伝えられる。工事年間には、斎藤氏の祈願書になる。 中世には長森が戦略上の要所であることから、たびたび戦火に見舞われた。木曽川と河川は、田地から尾野神社鎮座地以外になく、尾張伊藤の東海道の軍勢が軽に上るには、この場所で木曽川を渡るしかなかった。したがって、信長府氏は数字にわたって、当初を攻めたが、湿地帯であることから太平を用いることができず、断念。 すのまたで、陽動作戦を行う一方、宇沼、前渡しの川並州を調略し、船で、かかみ原に渡った。信長後期には、新加納に布人した。とある。慶長五年の関ヶ原の戦いに際しては、当社を祈願書としていた小田氏が、西軍についたため徳川家康の襲撃を受け、身体などごく一部を除き全焼した。現那年間に、本殿。 廃電などが再建され、平電、廃電は明治13年に再度造営されている。現在の社電は平成20年に新築である。3の鳥居春の大祭は火薬や花火を仕込んだみこしを裸男が担ぎ、火の子を浴びつつ、境内を練り歩く豪壮なもので、火祭りとして著明。300年余りの歴史を誇り、 岐阜県の重要無形民族文化財に指定されている。その他、毎年8月第2日曜日には、岐阜市観光コンベンション課により、長良川水と火の祭典、手力の火祭り、夏が、長良川河川実機で開催されている。迫力は、本祭さながらである。各見が原市の中、田地から大野神社の祭神の点、田地から大野神は、戸隠神社の影響が強いと言われている。 事実、本殿の軒に、竜の彫刻があり、竜に関わる話が伝わっているが、これは、戸隠神社の屑竜者の影響という。岐阜市の田地から尾野神社は、上岸2年、朝廷の宮中の祭神を分祀したもので、元々の祭神は、伊勢神宮の天田地から尾野神であるという。田地から尾野神社は、長森十三家村の豪者であり、中田地から尾野神社は、 中十三家村の合者である、隣社という以外何の関係もない。ありがとうございます。